治療で妥協は絶対。いやもうやはりね、しっかり治してあげたいっていうのがやっぱり一番の思いで、でやっぱりもう妥協もしたくないし、やはり自分の持てる力精一杯その患者さんに捧げたいっていう思いはやっぱりあります。だから本当にその治療で妥協は絶対、これはこれで多分いけるんじゃないかな、まあで最終的にその歯を削ったりかぶせ物を取ったり、ね、医師会ることはやりかえることはね、いつでもできるんですけど、じゃあそれが結局原因がねどこにあるのかっていうのをやっぱり自分の中でもやっぱり追求したいし、してあげないと結局また同じ痛みが出たり、辛い思いをなさるのであれば、それがね、まあ、自分としてもその診断として、間違ってなかったっていうふうな、そういうところでまた、まあ、自分の診療にも自信を持てるし、そういう中でやっぱ日々やっぱり、まあ、ちょっと、まあ、患者さんの中にはね、早く結果をね、こう出したいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、やはり、まあ、そこはやっぱ慎重に、やっていきたいなっていうのがありますね。松井歯科クリニックの松井です。お気軽にご相談ください。